世界に届けるシンフォニー、ドラゴンクエスト8を実況プレイ。皆さん、こんにちは、マラニです。今回も続きをやっていきたいと思います。今いるところはね、ゲルダ姉さんの家なんですけど、最後の鍵で開けられる場所がここにもあるということをね、コメントで教えていただきまして、ありがとうございます。ということで入っていきましょう。よう姉さん、前回ぶりぐらいかな。お、なんだ、イベントか。ち、また来やがったね。今日は何かい。私を笑いに来たのかい。んなわけねえだろ。先に一人で帰っちまうから、ちゃんと戻れたか気になってたんだよ。あ、じゃあ、前回までの、なんだろう。イベントをこなしたから、できる、何、サブイベこれ。それがバカにしてるっていうのさ。ああ、もう今日は帰ってくれ。あんたの顔なんて見たかないんだよ。はい、すいません、ちょっとカット入れました。お、まだなんかある。あ、もしかして、うわーだあら、帰れって言ってるだろ。本当にイライラさせるやつだね。ごめん、なんかそんなに気が立ってるとは思わなかった。まったく、あんたは私をムカつかせることに関しては天才的だよ。え、これもう一回話しかけていい？おっと、あ、同じか。そっか、これしかないのかな。なんかサブイベないのかな。なんかもっとヤンさんとゲルダ姉さんが仲良くなるイベントとかないのかな。そういうワクワクするイベントない？よし、とりあえず宝箱を開けていきましょう。素早さの種、そしてガーターベルト。おー、ここにあるのか。次は小さなメダル、そして最後、これが多分ね、最後の鍵使っていけるところの。おお、鋼の鞭。あれ、装備してたっけ。あ、装備してない。これ強くなるかな。おお、めっちゃ強くなる。やったね。オッケー。そんでドラゴンテールを袋に入れておいて、なんだっけかな。なんか使うとなんやかんやっていうちょっと道具があったと思うんだけど、まあいいや、とりあえずはね、これでおしまいにして、これさ、もう一回出てゲルダ姉さんに話しかけるとイベント発生とかないのかな。ちょっとやってみていいですかね。おっとっとっと、おう、あんたらかなあ。あの洞窟じゃなくて、海賊の洞窟の中で何があったんだ。戻ってからのゲルダ様と来たら、ピリピリしてておっかないったらありゃしね。あんたらも今のゲルダ様には近づかない方が身のためだぜ。だが近づく。だが近づくっていうね。また蹴られそうになるのかな。あ、ぽいな。そうか、オッケー、わかった。ごめんね。よし、まあとりあえず、まあ姉さんも無事だったからいいんじゃない。そんでもって、今回は、あれ？地図開けない。まあ、いいか、とりあえず、ルーラで、どこだっけ？メダル王女の城に飛んで、バッテン印のね、が、地図に、岩が地図にあったと思うんですけど、たどたどしすぎるだろう。ちょっと、王女様に会ってメダルを渡してから行きたいと思います。まだ多分足りないとは思うんだけどね。よし。じゃあ渡して、はい。75枚。あ、やった！ぴったしじゃないか。神秘の鎧、やったね。お、83枚だからあと8枚か。森春子も差し上げます。これも、確か錬金で使える重要なアイテムだった気がする。そんでもって、ちょっと、お金を預けていこうかな。一応ね、あったら、なんかあったら怖いんで、5000ぐらい預けて、今2万ゴールドね、合計で預けてます。そんで、
あのカジノをちょこちょこ裏でやってるんですけど、あのジェシカさんのね、最強、ほぼ最強なのかな、武器が手に入るっていう、確かあれは20万枚ぐらいかな、コインが必要で、今めっちゃ頑張ってて、ようやっと8万ちょいぐらい貯めたぐらいですね。まあなんか、ルーレットで私稼いでるんですけど、あまりにもなんか途中からね、当たらなくなってしまって、ちょっとめんどくさと思ってね。半分くらい、半分もいってないね。半分弱ぐらいしかまだ貯めれてないんですけど、まあ頑張って貯めようかなと思います。まあね、ちょっと、なんかレベル上げとかでさ、なら、あ、ちょっとここ遠かったな。ゴールドから行けばよかった。まあいいか。で、そう。なんだっけ、レベル上げとかでさ、なんか、目に見えて強くなったりとかするのが分かればさ、モチベーションもなんやかんや上がると思うんだけど、さすがになんか、なんちゅうかな、ただひたすらにコインを集めるゲームみたいなね感じで、単調なのがね、ちょっと私は苦手でございましてですね、まあ、一気に貯めるのができなかったわけですよ。なんだっけ、ルーレットで稼ぐ方法か、なんだっけ、スロットか、スロットで稼ぐ方法がいいですよっていうのはね、まあ、お聞きしたんですけど、まあ、私はスロットじゃなくて、間違えた、ルーレットでやっててね、一攫千金を狙う感じでやってるんですけど、まあ、頑張って貯めるかなーって感じですね。とりあえず、ここ来たよ。なんかあるかな？お！イベントっぽい。いや、しかし、夜来てよかったかも。なんか、綺麗だね。わお。これで、光の、なんていうのかな。道みたいのができるのかな。まばゆい。おーおーおお。なに？入り口できるとかではないのかな。なんか見えない入り口みたいのができたのかな。いやーすごいぞ。綺麗だ。よし、このまま、光の道に沿っていきましょう。で、おっと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 、それる。これ、このまま行かなきゃいけないのかな、やっぱり。ちょっと、入る前に、みんなに話を聞いていこうかと思います。あれ？あ、船だと話しかけられなかったか。あ、行けた行けた。海賊の洞窟で手に入れたこの光の海図ってのは何なんだ？大したもんには見えないが。いや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 、今すごいこと起こったからね。とにかくこの海図の示す航路に沿っていけば何かわかるかもな。よし、とりあえず行ってみようぜ。オッケー、行こう。あ、みんな無言タイムか。そっか、オッケー。じゃあこのまま行こうか。よし、やってきました。いや、夜だとさらに神秘的だなぁ。何これ綺麗。昼間昼間で綺麗なのかな。あの二人可愛いな。うん、やっぱカムフラージュ的な感じで岩壁になってるんだね。てかさ、こういう方法で入らないといけない島っぽいけど、ここに住んでる人っているのかな、やっぱり。町とかあるんだったらいるよな。何ここ、なんか木が見慣れたものではないね。すごい静か。てか入り江が綺麗だな。さっきから綺麗しか言ってないけど。いいんだよ、こういう時は素直に言えば。お、何？
あれかな、レティスかな。いやー、いいね、ワクワクするね。よし、じゃあ話を聞いていこう。喋ってくれるでしょ。あんな方法でこの島はよそ者の侵入を拒んでいたんだな。こりゃどうも普通の島じゃありえないぞ。一体どんな秘密が隠されてるんだ。ねえ、すごい神秘的だったな。この島は一体どういう場所なんだでしょう。入り口は隠されてるわ。怪しげな影は現れるわ。ちょっと普通じゃないでガス。なんだろう、結界みたいなものが張られてんのかな。岩壁にぶつかるって思った瞬間、岩を通り抜けちゃうんだもの。それは驚いたわ。この島に入るための道は、光の海図が示してくれなきゃ、指し示してくれなきゃ、絶対わからなかったでしょうね。そうだね、私一周回っても全然わかんなかったからね。さっきの大きな影は一体何だったのじゃ。影しか見えなかったようだが。足にはあの影、大きな鳥みたいに見えたでですよ。襲ってきたわけじゃないし、魔物でもなさそうだったけど、でもありゃ一体。とにかく、影しか見えない鳥が現れるなんて、俺たちはどうやらとんでもない島に来ちまったようだな。あ、確かに、影しか見えなかったね。ほう、じゃあ探索していくか。いやー、しかし綺麗だなー。こういうとこ行きたいな。なんか、木が、常夏っていうよりもなんか、ちょっと、昔っていうのがなんか、古生代とかなんか、勝手なイメージだけどね。なんかそういう感じっぽいな。あー、ちょっと待って、これ装備しようよ。神秘の鎧を。待って。これさ、あー、やっぱククールさんも装備できるんか。でも確か力の盾ってなんか、使ったら、HP 回復とかじゃなかったっけ。あ、そうだよね。じゃあ、何でいいか。装備しよう。違う。装備、シルバーメイルを、ククルさんに持たせて、装備して、んで、いいかな。袋に入れる、OK。テンペラーソードも入れてもいいんだけどな、もう。ぶっちゃけ使ってないからね。よし、じゃあ、間違えた。行きましょうか、探索に。何？あ、もしかして来てくれない？こういうアクションもあるんだ。しかし、キラーパンサーは現れなかった。ここでは呼べないようだ。そうか、じゃあ、そのまま探索していきましょうかね。でもなんか街みたいな、あるぞ。行ってみよう。でも多分敵出るんだろうな、この辺も。やっぱり。そんな気がするけどな。フィールド上のモンスターもいたりするのかな。そしたらなんか強そうだね。そういえば前回、いや、前々回？あれ、いつだっけ？ちょっと、ため撮りしてたので分からなかったってか忘れちゃったんですけど。アポロンをね、仲間に入れて。極楽町だって、なんか、いい感じの名前のが出てきたけど。そうしていこう。そう、またね、バトルロードも挑戦したいなと思っておりますよ。あ、そうだ、みんな、ちょっと、あ、間違えた。前回のね、キャプテンクローさんでしたっけ？あれ？なんだっけ？キャプテン、あ、なんだっけ？あの、かっこいい人。名前忘れた。あの人とね、激戦を繰り広げたんで。そう、作戦がバラバラでしたね。でも大丈夫かな。みんなそれなりに強くなってるね。てかやっぱさ、景色がなんか昔っぽくない？古代って感じ。わかんないけど。あ、でもこれは普通にフィールド上にあったか。とりあえず、なんか街っぽいやつに向かって行きましょうかね。人いるっぽいけどな。よし、じゃあまっすぐ行って。たら多分あるでしょう。さてと、ここからは入り合い、あー、見える、ちょっとだけ見えてるね。こっちでいいのかな。でこのまま上上がっていけばいいか。結構普通に登ったら辛そうな斜面だね。急だぞ結構。
大変そうだ。もうなんか入り口っぽいのがある。あれが入り口かな。か村みたいのはそこしかないんだろうか。あの山も気になるんだね。あそこ行きそうだけどな、なんか。ベティスがうんぬんかんぬんみたいな感じで行くんじゃないかな。いや、知らんけどね。知りませんけども。デフロスが切れたんで、かけていきましょうかね。あれ？これ街の入り口じゃないの？あれ、なんか全然違う方来てる。信じらんないんだけど、私どんだけさ、あれなの？方向音痴なの？こっちから回っていこう。びっくりするんだけど、自分で。申し訳ないですね。毎回毎回なんか地図ばっか開いてる気がする。新しいとこ行くたびに、うわ、なんか色が違う。なんか静かだな、このお二人は。倒していきますけど。ねえ、もう毎回地図ばっか開いて、ちょっとね、申し訳ないなと思いつつね。頑張ってるんだけどね。なんだろうな、なんか目先のものにすごい、神経が囚われちゃうのかもしれない。それ結構痛手じゃない？ダメじゃない？だってさ、仮にも実況者がさ、実況者って、おうおお、あれじゃん、喋りながらゲームやるわけじゃないですか。うーわ、マジやめてくれー。あー、バイクもやめてくれー。OK。ね、やりながら喋るってほんと難しいんだよな。なんかどっちかね、集中しちゃうっていうのはね、やっぱあるんだけどさ。まあ、実況者たるもの、頑張って喋らんとなって思って、まあね、多少ってか結構どっちかがおろそかになりながらも、頑張ってますよ、私はこれでも。頑張ってるんだよ、これでも。お、着いたぞ。これでしょ、村？なにこれ。おーおおお、なんか服装が独特。お、あんたもしかし、はい、もしかしなくても、町じゃなくて、はい、島の外から来た人だよな。いやー、断崖絶壁に囲まれたこの島に外から人が来るなんて驚きだぜ。ここはレシティア、違う、レティシアの村だ。レティシアってのは身長レティスを崇めるものって意味さ。おー、やっぱなんか独自の文化があるっぽいな。やっぱ人はいたね。そりゃいるか。力の種。じゃあ話を聞いていきましょう。まああなた、大きな鳥の影を見たの？それって身長レティスの影よ。レティスは影しか見えない不思議な鳥なの。へえ、やっぱそうなんだ。以前はこの島に住む私たちでさえ滅多に見られなかったのに、どういうわけか最近よく現れるらしいわ。やっぱ、あれでしょうね。あの、かのラプソーンが関係してるんでしょうね。なんか気づいてんだろうな。復活しかけてるみたいな。おー。頑張ってる。鍛冶屋かな？ちょっと話しかけたいよ。世の中には女にしか装備できねえ盾なんてもんがあるらしいな。へー。聖女の盾とかいう名前で、確か二つの異なる種類の盾と聖水を材料に作れるらしいぜ。あ、これ作りたいな。盾その1ってなんだ？盾なら何でもいいってわけじゃないでしょって思うけどね。とりあえず、探索をして、おお、小さなメダル。あと8個集めないとだね。8個集めるのはどれくらいかかるかな。お、カビがいっぱい。カビがいっぱいってなんか言い方やだね。長老の家には島の外から流れ着いた暑苦しい服の人が住んでるんだけど、あの人何なのかしら。暑苦しい服の人。いつも神がどうとか言って、神か。神がどうとか言って私たちにやたら話を聞かせたがるし、部屋の中に妙な祭壇を作っちゃうし。外の世界じゃあれが普通なのかしら。うん、理解できないわ。え？そんなキャラ今までいたか？どうだろう、新キャラなのかな、それとも知ってるキャラなのかな。まあ会ってみるまでわかんないけど、とりあえず優先すべきは町探索。我らが崇める身長レティスはこの世界とは異なる別の世界に実体を持っているのだそうだ。
あ、だから影しか見えないみたいなね。だからこの世界においては影だけしか見えないのだが、その真の姿は大層美しいらしいぞ。まあ全部長老から聞いた話だからどこまで本当のことかはわからんがね。へえ、レティスに早くお会いしたいですね。岩塩、なんかチーズ作りのがなんか盛んなのかな。すごいチーズ作りの材料が見つかるわけだが、さてと、おお、ここにもいたか。なんでそんな壁に向かってんの。なんか弓見てんのか。最近魔物の動きが活発だからね、いつでも使えるように弓の手入れは欠かせないよ。へえ、じゃあここの人たちの主な、なんだろう、身を守る武器っていうのは弓なのかな。さて、こっちにも人いたよね。おお、なんださっきあんたの連れてる馬を見たけんど、あんな白くて綺麗な馬、オラ初めて見ただよ。そうだ、あの馬オラに譲らねえべか。代わりにこっちの馬2頭くれてやる。無理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 。うーん、やっぱりダメだか。そりゃあんただってあんな綺麗な馬手放したかねえだわな。仕方ねえべ。そういうね、理由じゃないんだよね。てか、ここの後ろに、オッケー、いけた。ちょっとお馬さん邪魔だな。見えなかったよ。キメラの翼。こっちは？いや、でも普通に人住んでんだな。なんか、道具屋っぽい。さて、これは？特薬草。おお、なんか、ちょっと今更感があるけど。おお、お客さんだ。この村の人たちは物を買う習慣がなくて、店を開いてても誰も来ないんですよ。へえ、じゃあなんか物々交換みたいな感じなんかな。さあ、よろずや。疾風のレイピアとかあるぞ。バンデットメール、なんか、これ聞いたな。炎の盾。ふんふんふん。あ、炎系の攻撃に強くなる。ミスリルヘルム。高いなぁ。いや、高いなぁ。あ、これは欲しいかもしんない。あ、でも、時々なんか。とりあえず今ちょっと何にしてもお金足りないんで。なんか良さげな、あ、違うよ。あ、まあ、いいか。良さげなね、装備を見れたってことで覚えておきましょうかね。さて、こっちは？ほい。この石柱、草原の魔物が暴れ出してぶつかったせいで倒れちゃったの。最近レティスがやたら飛び回るせいで魔物たちも気が立ってるみたい。困ったもんだわ。あ、こっから先になんか行けなくなっちゃったね。うんうん。デシティア。とりあえず、なんか、お店は道具屋さんぐらいしかない感じかな。おお、びっくりした。夜？夜だね。あら、みんないなくなっちゃう。話が聞けなくなるじゃないか。お、スキルの種。んで？ここは、入ってないかな？入った場所と入ってない場所が分かんなくなっちゃう。ここか。入ってないね。ここって夜になると誰もいない、じゃない、誰も来ないから彼と会うのにいいと思ったんだけど、見つかっちゃったわね。ねえ、このことはみんなには内緒にしておいてよ。もうごめんね、なんか、いい感じのところを邪魔しちゃって、ちょっと間入り込んじゃったけど。おや、あ、あんた、こんな夜中に何の用だべさ。あ、馬のところにいた人だ。びっくりするじゃねえだかよ。ほら、ああ、オラたちはあれだ。馬の育て方について話し合ってただよ。決して誓って、これっぽっちもやましいことなんてしてなかっただよ。信じてほしいだよ。あ、まあそういうことにしておきましょうかね。お、小さなメダル2個目。いいね。じゃあ、お邪魔しました。ごゆっくり。さて、じゃあ、長老の家っぽいところに行きますか。長老？村長だっけ？どっちだっけ？なんか立派な飾り物があるな。お、小さなメダル3枚もある。なんか、レティスをかたどってたり、形？ん？かたどったやつだったりするのかな？さてと、まずは、まず探索させてもらおうかな。まあ、性格悪い。あれでごめんね。おお、こんなところに教会が。そういえば地図見たときあったな。これ宿屋か。
ああ、あんたたち島の外から来た人なんだね。格好を見ればすぐわかるよ。こんな何もない島に流れ着いてさぞやお困りだろ。ねえ、なんていらないからここに泊まっておいてよ。優しい。もうせっかくなんでね、ご好意は受けてね、おきましょう。ご好意は、ん？受けて？うん、受け取っておきましょう。日本語難しい。ありがとう、おばちゃん。昨夜はよく眠れたみたいだね。また疲れたらいつでもおいで。遠慮なんてしなくていいからね。おー、優しい。美味しいミルク、やった。さて、話を聞こうか。ここにも壺がある。よし。レティスがやたらに飛び回るせいで、桃のどもは暴れるし、狩りの獲物は減っちまうし、大迷惑さ。いくら神の鳥だからって文句の一つも言ってやらないと気が済まないぜ。でも、影しか見えない相手じゃどうすることもできないんだよな。まったく余計頭に来るよ。もうどうやって会えばいいんだろうね。あー、これ。あ、なんかすごい。なんかさ、鳳凰みたいな感じ？ポケモンで言う。あとは、フェニックスとか、そういう感じなんかな。やあ、長老様。むにゃんむにゃん。うん？なんであんたは、見たところよそ者のようだが。カクカクしかじか。あの右側にかかってるお面怖いな。私、ああいうのちょっと苦手なんだよな。ほほう、身長レティスについて聞きたいとな。それは良い心がけじゃ。伝説によれば、レティスはこの世界と異世界とを行き来する力を持っておったそう、持っておったというな。この力は、ただレティスのみが持つことを許された特別な力だということじゃ。だが、ある時異世界の邪悪な存在が、この世界を狙って二つの世界をつなぐ巨大な門を生み出したそうじゃ。あ、じゃあ、ラプソーンも異世界の存在なんだね。レティスはこの企みを阻止するため、異世界へと旅立ち、自らの力を振り絞り、開かれた門を閉ざしたのじゃ。あー、なるほど。しかし、力を使いすぎたレティスは、己の影のみをこの世界に残したまま、ついに異世界より戻らなかったそうじゃ。戻れなくなっちゃったってことかな。ああ、それと、レティスの力は完全に失われたわけではなく、まれにあの影が異世界への破れ目を作るという話もあるな。破れ目というのがどういうものかはわしも知らんが、そいつに入ると異世界に迷い込んでしまうそうじゃ。まあ、あんたもいたずらにレティスの後を追ったりして、破れ目に入り込んだりせんよう気をつけるんじゃな。これはあれでしょ？破れ目に行きなさいという。フラグでしょ。異世界の邪悪と戦ったレティスは2つの世界をつなぐ門を塞ぐべく異世界に旅立ったのじゃ。もともとレティスはここの世界にいたってことかな。でもそうだよね、レティスを崇める種族がいるってことはそうだよね。そんでラプソーンが異世界からやってきてっていうので、でその門を閉じるためにレティスは異世界に渡ったってことだよね、多分。いや、わからんけど。入れ替わりになっちゃったみたいなもんなのかな。で、レティスと賢者の力によって、見事ラプソンは封印されたわけだが、ここなんか祭壇っぽいね。とりあえずどうすればいいんだ？なんかヒントはあるのかないのか、ちょっと。わかんないけど、でもなんか、あの山っぽいよなぁ、どう考えても。さてと、じゃあ仲間に話聞いて今回は終わるかなぁ。霧もいいですね。それにしても、この島は暑くてかなわねえな。ジェシカやヤンガスは薄着だからマシだろうが、俺の服はこの通りなんでたまらないぜ。確かに。ククールさん、肌出てる場所さ、顔と首ちょっとしかないもんね。いや、暑いわ。もしかして、レティスの影を追っかけるつもりでゲスかい？やめときやしょうぜ。あ、かみそ。本当に異世界に迷い込んだらどうするんでかす。いや、でも行かないと。この島も歩いてみると結構広いわね。レティスの影はどこにいるのかしら。いくら大きいって言っても、影なんて遠くからじゃわからないから。見つけるのは一苦労だわ。そうだね。それでは、あの時の大きな鳥の影は、身長レティスのものだったのか。どうやらわしらはレティスに縁があるようじゃ。
これで力を借りられれば文句ないのじゃ。いやー、でも完全に怪しいのはあそこだよな。なんか地図見るとさ、あ、なんでもないなんか階段っぽいのあると思ったけど、全然見間違いでした。もうちょっとさ、これでさ、なんか位置動かしてみたいんだけど見れないんだよね。まあいいか、次回はあそこの山を調べようかなと思いますよ。あれね、はい、じゃあ今回はいい時間ぐらいかなと思うんで、ここで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回も見ていただけると嬉しいです。それではまたね、バイバーイ。